はい、えー。お時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。えー、本日はご参加いただきまして、ありがとうございます、えー。ヨガバイトデータベースで、プ、えーえー、リセールスやっている市村と申します。本日はですね、あの徹底解説、SQL、ノース QL、分散 SQL の使い分けということでですね、えー、ウルシステムズ様、えー、TDCNX 様、ヨガバイトジャパンの協賛、えー、で、 ウェビナーの方を始めさせていただきたいと思います。音声等は聞こえてますでしょうか大丈夫でしょうか、はい、もしの不明な点等あれば、遊泳ボタンなどであのご連絡いただければと思います。はい、えー。本日ですね、アジェンダの方を少しちょっとご説明させていただきたいと思います。えー、まず、あのー、 まず前半のセッションはですね、えー、ウルシステムズで、えー、アパチカサンドラの専門家としてご活躍されております、首、えー、席コンサルタントの岸本様から、えーまあそのかえー、ウルシステムズさん、あるいは岸本さんのご経験を、まあ、ひも解くような形でですね、ノエスケールとニュエスケールの比較ポイントというところを詳細に教えていただくことになっております。 それを受けまして、私、ヨガバイトの一村の方からですね、弊社ヨガバイトデータベースのご紹介ですね、特にそのカサンドラの API の周りを中心にご説明できたらと思います。その後のお知らせ、質疑応答を経て、全体のセッションが終了となる予定になっております。はい 本日ですね、アンケートの方、ぜひ皆さんにお願いしたいと思います。こちらのフォームですね、QR コードの方から見ていただければと思います。これまたの終盤にもまたお願いすることになると思いますけれど、よろしくお願いいたします。でまだまだこれからちょっと参加者の方々増えてきそうな気もするんですけれど、えー、皆さんですね、ちょっとあの簡単になんですけれど、ご質問少しちょっと。 まあ、アイスブレイクというかです、ね、ちょっとご質問をいくつか出してますので、ご回答いただけると幸いですと。ちょっとあのどんな方々が参加されてるのかなとか、皆さんの興味のポイントもお伺いしたいので、ちょっと回答いただけると助かります。 じゃあ、30秒ほどですね。ちょっとお待ちいたします。はい、じゃあ、あと5秒ぐらいで一旦止めたいと思います。だいたい10名ぐらいの方にお回答いただいている感じですかね。はい。ありがとうございます。 じゃあ、これ、このまま少し開けておきますので、えっと。一旦、じゃあ、これ、一旦今で締め切らせていただきます。大体、あのー、今、皆さん、オバイトはもうすでに知ってる方々がほとんどですね。ノイス s ールは、 まあ現在、使っている方々が6割近く。えー、でかつあの、ノーエスケールでは、やはりあのテーマにもありますカサンドラがえかなり 3, 3割ほどいらっしゃる感じですかね。あとはダイナミッ DB を使われてたりとか、えー、Azure のコスモス DB とか、あとレディスもやっぱり多かったりしますね。はい、ありがとうございます。 えー、ではですね、早速ですけれど、前半のセッションですね、ウルフシステムズの岸本様の方から講演いただきたいと思います。じゃあ岸本さん、よろしくお願いします。はい、かしこまりました。長め共有いたします。少々お待ちください。 画面見えておりますでしょうかはい、見えてます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、先ほどあの、ご紹介に預かりましたシステムズの岸本と申します。えっ、ー、と、もう10年ぐらいのスキルやってまして、まあ、主にカサンドラを見てます。で、えっ、ー、と、まあ、その周り、あ、その周辺というところで、 えっと、まあ、カサンドラのみならず、まあ、分散 SQL とか、まあ、いわゆる分散データベースですね。まあ、結構興味を持っていろいろ調べたり、使ったりもしています。本日はよろしくお願いいたします。で、えっ、ー、と、まあ、誰も教えてくれないのはスケと分散 SQL の比較ポイントっていうところで、えっ、ー、と、まあ、ウェブに載ってるような情報じゃないところもちょっといろいろこう深掘っていけたらいいなと思っております。お付き合いください。 で全体としては、まあ、まずあの、概要ですね。えー、歴史みたいなところを見ざっくり見て、で、えっ、ー、と、違いについてというところで見ていきまして、じゃあ実際の検討ポイント、あとそれをちょっとまとめたりとか、まあ、あと事例通して、まあ、こんなことありました、みたいな話も、まあ、実例ベースで共話しまして、で、えっ、ー、と、最初にちょっと質疑応答させていただきます。で、あと、簡単なまとめですね。という形で進めたいと思います。 えっとまずは、えっと、ノエスケールと分散スケール。まあ、いわゆる分散スケールって書いてますけど、いわゆる、あの、ニューエースケールのことですね。というところで、えっと、見ていきます。まずは、あの、リエーションのデータベース RDAB。まあ、これはもう、あの、説明することもないぐらい有名だと思いますので、えー、詳細は割愛しますが、1970年代の登場と、まあ、よく言われるってこところですねで。次、あの、ノエスケールが来まして、まあ、背景としては、まあ、データ量が、 まあすごくこう増えてきましたよねと。で、えっと、まあ、従来のリエーションデータベースそのままじゃちょっと扱いきれないっていうところで、まあ、どうしますかっていうところで、まあ、ここのパイオニアである、このパイオニアである Google がですね、ビッグテーブルについての論文を出しましたと。で、えっと、それがまあ元になって、次はこの Amazon Dynamo ですね。今日あの、先ほどのアンケートがお使いの方いらっしゃったと思いますけども、Dynamo、まあ の、まあ、元を選ぶ、元になっているこの論文が、このビッグテーブルの論文に刺激されて、これが出てきました。で、それが、あのー、景気になって、あのー、様々なノイスケールのプロダクトというのっできてきます。で、もう当時、もういろんな種類のノイスケールが、あの、うぞうぞうたくさんあったんですけども、えっ、ー、と、その中で、例えばカサンドアであれば、えっ、ー、と、ダイナム DB、まあそうですね、このダイナム DB の論文をもとに、今度は Facebook が、 あのー、自社用にこのカサンドラの元になるやつを作って、で、それをあのアパッチ財団の方へこう寄贈してオープンソース化されたというような流れになっています。で、えっと特徴としては、ま、複数のノード持ってきて、まあ、水平スケーラビリティですね。と、対象外性を持たせましょうというのがまあ主な特徴です。これ2010年頃。なのでもう13年ぐらいですかの昔ですね。 2009年12月、もう12月なのに、もうここのピークあたりもすでに2010年になっているところですね。こうーグ Google トレンズが引っ張ってきています。で、その後、ニューエースケールというのが出てくるんですけど、分散エスケール、L、が出てくるんですが、えっと、まあ、結構後とかじゃなくて、実はあの、ノエスケールがこう、下がれ始めてから、うん あのー、比較的すぐ、えー、実はもうノイスケール、あ、ニューエスケールというワードももう流行り始めてます。それはあの、ノイスケールのところで、まあ、いわゆる SQL ですね、ノーエスケールというぐらいなんで SQL が使えないって話なんですけど、SQL が使えないやっぱ不便だよねとか、あと、えっ、ー、と、まあ、トランザクション、まあ、あの、オールアナッシングで所有するとトランザクションがないっていうのが、ま、こう正っていうところで、 スエとトランザクションも備えたものがあるんだというところで、ニューエースケールっていうを歌うプロダクトがこう出始めたところも、ちょうどこの2010年、ちょっと後ぐらいからですね、ってなっています。意外と歴史は同じぐらいかなというところですね。ただ、ものとしてどんどんこう有名になってきたのも、ここ数年からという印象はありますけども、歴史自体は実は似たようなところにで並んでいます。 で、えっ、ー、と、じゃあ実際のエスケールという、えっ、ー、と、分散スケールで、えっ、ー、と、どのようなプロダクトありますかっていうんで、えっ、ー、と、ちょっとまあ公平を期すためというところはあるかもしれませんが、まあちょっと遊びも兼ねて、チャット GPT、ですね最近の話題の、まあ、3.5ですけど、に、えっ、ー、と、まあ5つ代表的なものをそれぞれ挙げてくれと依頼したところ、まあ出てきたのはこのそれぞれ5つ、5個ずつですね。ノイスケールとしては、まあモンゴー、マカサンドラで、えっ、ー、と、レディス。 カウチベースで、アサリのダイナムデイビーですね。まあ、ここはまあ、まあ、納得のラインナップかなと思います。なので、まあ、あのー、まあまあ、いいところを挙げてくれてるかなと思っています。じゃあ分 SQL、文線 s q l まあ、ニュー s q l についてはどうですかって聞いたところ、まあ、クラウドスパナ、これ、Google のサービスですね。まあ、まず出てきます。これも有名だと思います。で、えっと、それのオープンソース移植である、こう、クロッチデイビー。あのー、 ロゴはかっこいいですけど、あの、要はゴキブリさんのあれですね。で、えっ、ー、と、まあ、もうなかなか止まらないと。もうとにかくしぶとく生き残るっていうコンセプトで作られている、こう、黒クロシデイビーですね。えっ、ー、と、ここら辺の裏側の、まあ、名前はともかくちょっと裏側のこの設計室はすごく面白くて、あの、こっちなんかあの、 原子時計使って、うんうんかんむみたいな話ですね。ここは、あの、技術的にすごく面白いところです。で、ノーデイビー。これは、あのー、えっ、ー、と、クラウドサービスとして提供されている感じですね。で、えっ、ー、と、タイデイビー。これは中国産の、えー、原産のデータベースです、ね。で、今回のユガバイトデイビーというところも挙げてくれています。はい。なので、えっ、ー、と、まあまあ、いいところとこくれてるかなという印象です。 他にももちろんございますが、まあ、有名どころというとこんなとこかな、という気がしています。じゃあ、えっ、ー、と、このノイスケールとーエス、えー、分散 SQL の違いというところを見ていきたいんですけど、まずは分かりやすいところとして何があるかというところに行くと、まず共通するところですね。まあ、あの、水平スケーラビリティと、まあ、対象外性。こちらは、えっ、ー、と、ノイスケール、えー、分散 SQL。どちらでも、まあ、これは、あの、ついているものになります。 違いっていうと、まあ、すごく分かりやすいところで、でも色も挟む余地ないところでいくと、SQL が使えるあたり。もちろん、ノノ s ス l ールもちょっと SQL 使えますよみたいなやつもあったりはしますけど、まあ、あの、外してみれば、まあ、SQL が使えるところが、ま、分散 SQL の強みですね。あとはトランザクションが使えるところというところだと思います。で、その他に、その他でもこう、いろいろこう、ネットなんか見たりすると、えー、あとは記事とかでもですね、あの、 いろいろ書かれてたりしますけど、そういう時にはこうよく結果整合性がどうのこうのと、一貫性がどうのこうのと書き込まれてますけども、えっ、ー、と、あとはよくあるのはフレキシブなデータモデルがどうのこうのと書かれてたりします。ですが、まあ、えっと、結果整合性って言ったところで書き込んだ データをですね、最新の値をすぐ読み出せないデータベースなんて、もはやデータベースと呼べないので、そんなはずないですよねっていう話ですね。こう、結果整合性をこの、えっと、ノイスケールと分散スケールに違いを求めるっていうのは、もうちょっと、ちょっと土台無理な話で、そ、そ、そこそもそもおかしいですよね、とか。あと、コンシステンシンとクションと、これ全然話が違うのこれ、こちらはまず、えっと、語られてるケースも結構多いです。 あとフレキシブルって言っても、まあ、オンはまあ、JSON 回てるというフレキシブルですね、なんですが、カサンドーともそもそもテーブルを定義するので、そんなフレキシブルだっけみたいなとこありますね。あと、キーバリューだ、にしてみても、キーバリューデータベー,、えー、ー,タベース、に乗り付けるんですけど、えっ、ー、と、まあ、本来、バリューっていう、まあ、一つしか入らないので、ここに JSON 入れるかどうかって別として、えー、これだけだと全然、まあ、フレキシブルじゃないじゃん、となっちゃうんですね。まあ、ここら辺の説明ってやっぱおかしいよね。 こうもやもやが残るんだと思いますあと、さまざ、あ、まなプロダクトで、それぞれにこう自分たちのいいと思っているところを,こうを宣伝していて、まあ、かつ、あのーまあ、測定結果とか、あのー、ホワイトペーパーなんかもこう出てきたりしますけど、まあ、結局、有利な内容になるように、有利な,有利な結果になるような、まあ、測定だったり、まあ、書かれ方だったりとか。 としているので、まあ、あの、もう皆さんご存知だと思いますけども、まあ、それが別に悪いわけじゃないですけども、でもじゃあ、公正な目でこう比較していくときに、もう何を信じたらいいのかっていうのが、いまいちよくわかんないねっていうのが現状かなと思っています。なので、まあ、今回の目的としてはですね、もっとこう普遍的で、こう本質的な、あの、観点がないものかなっていうところを、えー、こう長年やってきた、えー、知見でもって、えー 明らかにできればなと思っております。それがもうズバリもう次のページ書いてるわけですけども、じゃあ実際の検討ポイントは何かと、今までやってきた経験からですね、この4つ、えー、がまあ重要じゃないかなと私は思っています。でこれ以外のところ、まあいろいろもちろん、あの、プロダクトによって機能に差はありますが、まあその差こそあれ、でもまあ、こうやればできるよねとか、こうやっとけばいいよねとか、まああの、 まあ、お互い結局、どのプロダクトを使っても、まあまあ、できることはできるっていうところもあったりして、まあ、大差はないように見えてくるので、まあ、この4つあたりは、あごめんなさい、えっ、ー、と、4つですね、は、は、えー、押さえておけば、ここがすごく重要なポイントかなと思っています。で、えっ、ー、と、この後は、それぞれについて詳しく見ていきますが、ちょっと一応、あの、ポイントを、えー、具体的に見ていくために、こう、ちょっとプロダクトごとに、こう、 えっと、いろいろと細かいところは違いがあるので、えっと、ちょっとあまりぶれないように、えっと、まあ、あノイスキーについては、まあ、ま、あカサンドラ。えっと、文際スキルについては、まあ、ま、あユーアバイトデビューっていうところをちょっと一応念頭に置きつつ話しているというところだけちょっとご了承ください。で、えっと、 あちなみに、あの、もしご質問ございましたら、あの、随時、あの、いただければと。本当は、あの、質疑応答の時間を設けますが、あの、随時突っ込んでいただいてもえ大丈夫です。はい。あと、あの、ちょっと、えー、文字多めですいません。<laughs> 申し訳ないです。はい。で、えっ、ー、と、まず先ほど挙げた、先ほどの4点ですね。トランザクションリーダー検索資産。それぞれ何言ってるかちょっというと、少し見ていきたいと思います。でトランザクション。まあ、これはまあそのままですね。あのー、 もうトランザクション使えるかどうかっていうところですね。僕はわかりやすいんですが、じゃあまあ何でもかんでもトランザクションやりますかっていうと、まあ当然その分、あの、えー、処理は遅くなる、重くなるということなので、まあそのトランザクションの機能って本当に必要なんですかっていうところは、まあまずは見るべきというところですね。で、えっ、ー、と、まああった方がいいけどっていうところがまたも悩みどころだと思うんですけど、あった方がいいけど、けど、 絶対にやっぱり必要なのか、まあ、まあ実際にはいらないよねっていうところになるのか、やっぱりちょっと判断していくとか必要かなと思います。で、えっ、ー、と、やっぱり必要というんだったら、もう分散にスケールを打ったかなと思います。はい。まあ、ちょっと後で、あの、付随してるの追加情報とかありますが、まずはもう、え取らなきゃ必要なら分散にスケール使うしかないかなと。次、リーダーって書いてますけれども、まあここはちょっと個人的には、 一番重要なところを特にご理解いただきたいなというところですが、えっと、そのデータベースがこう、リーダー、使おうとしているデータベースがリーダーフォロワー形式なのか、まあ、それともリーダーです。まあ昔言うとこうマスターですですね。形式ですかっていうところが、え重要です。こ、ま、れ、あ、何言ってるかっていうと、この分散データベースで、あの、いろんなところにこう、分散データベースというぐらいなのと同じデータのこう、複数の、あの、 のどにこうデータが保存されているんですが、それぞれの、それぞれのデータの整合性をどうやって保証するかっていう問題は結構重要なんです。で、この分散データベースにおいてここの重要な課題をどう解決するかっていうところのアプローチの違いが、このリーダーフォロワー形式、もしくはマスターレスというところですね。というところにかかってきています。で、 えっと、案件に応じて、まあ、どこまで求められているのか、まあ、どこまで許容できるか、というところで、まあ、どっちらでいったらいいか、というところは、あの決まってくる、えー、一つの重要なポイントになってきます。でそもそも、それぞれリーダーフォロワー形式って何ですかっていうと、えっ、ー、と、まずは、えー、まぁ、あ、いくつかこう、リーダーフォロワー形式でこう、えー、複数の ノード間で、えっ、ー、と、合意をしていくプロトコルでいくつかあるんですが、今の主流はもうラフトっていうやつですね。分散合意あるアルゴリズムがありますが、これはもう主流です。ユ、うん、ガバイトもこれ使ってます。で、まあ中身は、あの、ざっくり言えば、えっと、選挙ですね。押して、僕は、えー、リーダーになりますっていうのを誰かが宣言して、それをみんなが認めるかどうかみたいなですね。で、えっと、そういった形でリーダーを一つ決めて、そこにこう、 え、もう処理、えー、処理とか、まあ、権力、権力として言うことは確か分かんないですけど、あのー、まあ、いろいろな処理の決定権をですね、そこに持たせていくというようなやり方です。これ何がいいかというと、あのー、何かを決めるときに、重要な決めることを決めるときに、こう、それぞれのサーバーに一時こう相談せずに、リーダーが決めていく。で、決めたことを周りの人たちに伝えていくという形にできるので、えっ、ー、と、 物事を決定がすごいシンプルになりますと。なので、ここら辺は、あの、ええー、まあ、ちょっと若干細かい話ありますが、まあ、分散トランザクションとか、このトランザクション周りを実装していく上でも、ここは実は有事に働いてきます。先ほどこうトランザクションと書いてましたけども、そこら辺にも実はちょっと関わっている話ですね。ただし、あのー、このリーダーフォロー形式、 すごくメリットも多いんですけども、まあ、その反面、えっと、障害によって、こう、リーダーの切り替えが発生することは、これ、避けられないんで、まあ、その時再選挙と後処理みたいなところが入ってきて、まあ、どうしてもこの切り替え時間っていうのが発生してしまいます。うん、ま、その意味だと、えっと、リエーションデータベースですね、まあ、同じ仕組みを背負ってるようなイメージです。はい。それに対して、こう、えー、まあ、ノイズスケールよく見られる、このリーダーです。マスタース形式ですね。 これは、えっと、リーダー不在。あまあ、要は、あの、リーダーを決めるとかということをせずに、みんな同じ役割ですよと。で、みんなそれぞれで、えっと、協調、協力して動きましょうね、ということですね。で、その中で、こう、ゴーラムってよく言いますけども、低速数って訳されますが、まあ、現実的には、あの、過半数と思っていただければ。例えば、こう、3人いたら、2人、過半数の2、2人ですね、が合意すれば、それが、あの、正解となるっていうような、そんなイメージですね。 持っていただけと思いますで、えっ、ー、と、それによって、えっ、ー、と、どういうふうに応答をしていくかっていうのを都度確認していくというやり方が、このリーダーレス形式です。これのいいところは、あの若干ちょっと、将棋的には面倒に見えるんですけど、この障害等によって、このリーダーの切り替え、まあ、そもそもリーダーがいないので、あのリーダーのとかの切り替えが起こらないので、 えっと、障害発生しても、まあ、ゼロダウンタイムというところを実現できるというところですね。まあ、ここが、いわゆる大きな、えっと、一つの決定的な違いが生まれてくるところです。で、あと、この私がこう、重要ポイントって言ってる、もう一つの理由が、あの、このあたりのこの動作原理というところへの理解を深めていくと、まあ、それぞれのプロダクトによって、こう、細かい実装法がちょっと違ってくるんですけど、まあ、そこの、 な辺も含めて、こう、理解を深めていくと、そのプロダクト特有の制限事項としか書かれていることの、なんそれが制限事項になっているのかっていう理由を理解できるようになってくるので、そうすると、あの、より深い理解のもと、より正確な設計とか実装にもつなげていけるようになるので、あの、この単に、 あの、リーダーフォロワー形式なのかとか、リーダーレスだけの話じゃなくて、それを理解していくことで、プロダクト全体を深くより理解できて、えっと、それあの、メリット、デメリット、全部含めてですね、含めて理解できるので、より適切な、えっと、扱い方をしていけますよっていうところにつながる。ということで、あの、私としては、個人的には、こう、すごく重要なポイントかなと思ってあげと思います。 はい。で、次は、あの、検索ですね。で、検索といっても、先ほどの話で、まあ、ざっくり SQL って書いちゃってましたけども、まあ、実際にもうちょっと見ていくと、SQL を使えるか否かという、まあ、そういう単純な話じゃなくて、例えば、こう、カサンドラでも、インサートとかセレクトとか、まあ、いわゆる、あの、SQL のサブセットである CQL というのを備えていて、まあ、一般的な、まあ、あのー、標準的なというか、シンプルな、え、項は、まあ、基本的には備えていますと。 で標準にはジョインとかないんですけど、まあ実はそのトリノとかスパークなんかを持ってきて、まあ、ムサインスキュールのクエリエンジンですね。持ってきてあげると、えっ、ー、と、まあ普通にジョインも使えたりします。ので、ジョインが使えないからとかというわけでも、まあありませんと。では細で、細かいところで、細かいとこであるんですけど、何が違いますかっていうと、えっ、ー、と、例えば、あの、結構大きめのデータの、あ大きめじゃないですごめんなさい、大量のデータの まインデックス作るときなんかに、えっと、カサンドラだと、まあ、現状、えっと、ちょっとインデックス、大量のデータに対するインデックスを作ると、ちょっと動作が弱いところがありまして、えっと、まあ、ちょっとカサンドラに限らない話ではありますけど、まあ、要は、こう、いわゆる元データに対して、こう、元データを分散させた形で持たせつつ、そのインデックスを、こう、どう分散させて管理させるのか、 というのは結構意外に難しい問題で、あの分散させたいっていうことは、濃度、例えばですけど、濃度にこう複数に分散すればいいじゃんって一瞬思うんですけど、あ,のある濃度に書き込まれたデータが違う濃度で保存するってなると、じゃそのちゃんとかけたの、かけてないのみたいな問題が再発しちゃってですね。 えっと、やっぱりなるべく自分のノードの中での変更は自分のノードの中だけで閉じておきたいっていう、まあ、あの、分散データベース特有のこう悩みが出てくるんですけど、じゃあその閉じてる間あ、閉じようと思うと、その思ってるほど分散がなんだこう難しくなってくるみたいなところも、えー、まあ根本にあるんですが、意外と結構ここ難しい問題で、えっ、ー、と、そのインデックスという周りのところがどういうふうに扱えるかというのは一つ、 えっと、しかも大量データですね。大量データに対してインデックスがどれぐらい効率よく動いてくれるかというところが、まあ一つ見ていただくと、えー、面白いかなと思います。それに加えて、あとは OLTP か OLAP か。まあ要は OLAP だと、あのー、まあちょっと乱暴な言い方すれば、まあ一回ちょっと止まっても大丈夫なので、まあそんな問題ないんですけど、OLTP 系だと、えー、っと、まあそうはいきませんよと。 で、特にこのインデックス周りですね。OLTP も別に加算とか、あの、ノイスケール系も、もちろんあの、内容によっては使えるんですけど、特にこういったインデックス周りの検索ともなうような OLTP 使おうと思うと、まあ、やっぱりこういう、あの、ノイスケール系よりかは、ユーババイトの方が、まあ、今のところ向いてるかなと思っています。実に資産っていうんですね。というとは、ここは、あの、えー、今もしポスグレとかを使いで、お使いで、もうその上で、 えっと、特にこう、なん,んですかね、深い、えー、複雑な SQL を使っておらず、かつ、あの、えー、クラウドマネージドとか使ってるんじゃなく、例えばオンプレとか、まあ、社内とか、というところで、えっ、ー、と、使っているシステム、もしあれば、ですけども、それは、ソースと、ソースコードを修正すること、ほぼなく、ポスブレをこう、ユーガバイトに差し替えるだけで、えっ、ー、と、まあ、古い、えっ、ー、と、既存資産も、 こな高い水平、水平スケーラビリティ対障害性をですね、うん、備えたものがアップグレードすぐ簡単にできるので、ここは意外とあの、使いよう、はまりどころですね、というのかなと思います。そうするとあの、対障害性が増すとですね、あの、えー、緊急対応とか夜起こされることがまあ基本なくなりますんで、えっ、ー、と、ここら辺はあの、使いどころかな、使いどころの一つかなと、個人的には思っています。 意外とあの、いろんなアプリケーションの裏側があカあ重ねてごめんなさい。コスブレ使ってるっていうような、えー、アプリなんかも多いと思いますんで、その裏側に使えるかどうかっていうのを探るのはすごく面白いかなと思っています。で、ここら辺の話をちょっと話長くなりましたね。ざっくり、あの、ひ、表としてまとめたものがこちらになります。で、まあ、ユガバイトとかサンドラっていうところをまあ、想定して書いていたらそう合でる。 で、えっと、さの観点ですね。スケーラビリティと障害性は、これあの、どちらもあるっていうところで、あとその後4点上げたところですね。ここを並べてます。というところで行くと、まあ、丸々。まあ、スケーラビリティの対のは対象が全部丸なんですけど、まあ、トランザクションあたり、あとリーダーか、えっと、そうじゃない、リーダー形式か、そうじゃないかというところがまたちょっと変わっていきます。で、検索性とか資産を。 かつ、過去にさ、活用できるかというと、あたりでもあるかつけています。まあ、本当は、あのー、三角とか作るとこもあると思うんですけど、ちょっと三角とかつけ出すと、いろんなと三角になっちゃったりして、なんか意味がなくなっちゃうなと思ったんで、ちょっとあえて、厳しめに、あのー、厳しめ、もしくはちょっと乱暴気味かもしれませんが、まあ、丸とツだけで、あえてつけています。はい。 で、ちょっと追加情報としては、まあ、カサンドラみたいなところで行くと、まあ、カサンドラとトランザクションのバツとか、まあ、不検索もバツつけてるんですけど、まあ、実はあの、えー、当然、ニューエースケールにあの負けじといろんな開発が進んでまして、まあ、リーラレースのまま、えっと、トランザクションが使えるようになるとか、あ複数キーのですね、えー、おおおえっと、オルアラシーみたいな使えるようになるトランザクション。 の機能開発が進んでいたり、あとは、あの、大量データに耐えられるような、効一的なインデックスというところも、あの、ついてくるようになるので、まあ、今後、もうしばらくしていくと、先ほどの表も、まあ、ここら辺が、さっきバーツだったんですが、まあ、赤あ、赤丸ですね、ここ丸をつけてるところが変わったんですが、この丸が増えてきて、で、そうすると、そうですね、だいぶ、 え、比較点としてはこのリーダー周りかどうかとか、資産使えるかとか、他にもちょっといろいろ細かいところあるかもしれませんが、というふうに、だんだんこう、表としてもまた変わってくるのかなと思っています。ただ、あの、えっとですね、やっぱりあの、全部がやっぱり丸になるのが、まあ、個人的にはやっぱり一番データベースでも欲しいなと思ってまして、ここ全部丸で、えっと、さらにですね、ちょっとここに書いてあるんですけど、 この表には、あの、項目としては書いてないんですが、あの、メッセージ Q ですね。えー、今だと、えー、カフカとか、そういうのを別途持ってこないといけないと思うんですが、そういったものも兼ね備えた分散データベースみたいなのが今、今のところまだやっぱりないので、それがあればいいんですが、さすがまだないということで、えー、っと、やっぱり今のところは、えー、適材適所あ。こういうケースだったら、 こういうデータベースとか、まあこういう機能には今ないから、まあじゃあこういうふうに工夫しないとねとかってそういう工夫が必要になってくるというような認識を持っています。はい。あとはですね、ちょっと事例を通してもうちょっとだけ深掘りします。はい。で、これはあの日本全国の地図会ありますが、そこからあのカサンドラに向けて、えっと、あ、これカサンドラのごめんなさい。このカサンドラの使用した 全国のセンサーデータ収集システムのやつです。ちょっと、あまり細かく書けないともあるので、えっ、ー、と、だいぶ簡略化した図、かつ、ちょっといくつかの案件を、こう、ちょっとガッチャンコしたような絵にしています。はい。で、えっ、ー、と、これですね。まずは、 えー、全国からのセンサーデータをコンテ度はカサンド受け切って、あとはそれをそのデータを元に分析して、で、リレーショナルデータベースを取り込んで、まあ、業務システムとして使っているリレーショナルデータベースにちょっとガッチャンコして、こう、業務システム側に見たりとか、あと制御したりとかっていうようなことをやっているようなシステムですね。こういうところで使われてたりします。で、えっと、まあ、要求事項としては、こう、ゼロダウンタイム。あの、要はセンサーからのデータをも,もう、えっと、 もう、四六時中、えっ、ー、と、一秒も止まることなく取ってくださいという要件でしたとあの。他のところがもうどうなってもいいから、とにかく絶対取るようにしてくださいって言われた案件もありました。<laughs> はい。で、あとはスケーラビリティですね。あの、ええー、まあ将来ちょっと拡張したいからっていう話もあるんですが、まあかつその拡張するときに、あの、メンテナンスタイム、 を設けずに、えっ、ー、と、要は、ダウンタイムなしに拡張するときも、えっ、ー、と、ずっと動いたものでやりたいんですっていうようなお話もいただいたりしました。で、こういうのは、あの、大体、あの、まあ、リーダーレスですね。あの、切り替え時間が発生したりしない、えっ、ー、と、障害が起きても、基本的にはサービスを継続できる、えー、ノイスケール系が、まあ、向いてるかなと思います。あと、えっと、あ、ごめんなさい。で、あとは、えー IoT 系です。特に IoT 系は、センサーからのこうデータを個別に読み書きするだけなので、まあ、そもそもトランザクションがあまりいらなかったりしますということですね。はい。なので、特に向いてますということですね。ただ、あの、業務システムとして使う場合は、もちろんあの管理系のデータが、えっと、使った、扱ったりもするので、こういうときは、あの、複雑なえクエリなんかも使ったりしますので、 えっと、まあ、こういうときは、あの、リレーショナルデータベース使われるお客さんもいらっしゃいました。で、そういう意味だと、まあ、どうせそこでもし、えっ、ー、と、分散スケール使うのであるここ、リレーショナルデータベースの使い使うのであれば、もしこのダウンタイムというところも、えっ、ー、と、実際には、ま、数秒ですね。まあ、ちょっと状況によるかもしれませんが、数秒ぐらいなので、まあ、それが共有できるのあったのであれば、そもそも共有できるのであれば、もうこのカサンダー自体を、こう、ね、リレーショナル、えー、スケールに変えてしまって、これ全部を 分散スケールに回してしまうというような発想ももちろんあるかなと思います。なので、どこまで共有できるかというところも重要かなと思います。で、あとは先ほどちょっと機能的な話でしたけど、今回あの、あ、こ、このページではちょっとそれ以外のところですかね。あの、えー、こんなことありましたっていうお話ですが、まずは設計面に行くとこう、データがまそもそも分散しない設計にしちゃっていたので、あの、 さあ、スケールアウトしようと言っても全然スケールアウトしませんでしたというようなことまあよくあの、パーティションをどう切るかみたいな話になると思うんですけど、えっ、ー、と、そうですね。そういったことは聞いたことあるかと思いますが、まあ、そこですね。そういったあの、何も考えずに作っちゃうと、いかにこう、分散スケール、どんスケール持ってきたとしても、えっ、ー、と、やっぱりそう、えー、パフォーマンスは 出ない。もしくは、あの、スケールアウトしないという結果を用いてしまうんで、そこら辺ちょっとある程度気をつけないといけませんね、とか。あと、直列処理が多すぎて、まあ、そもそもこう、えっ、ー、と、せっかくの分散データベースなど、並列にアクセスすればいいんですけど、 あの、10個データ取るようにずっと4群で10、10、10個取ってくるとか、じゃなくて10並列でデータ取っていきましょうねとかっていうところがうまくされていなくて、思ってるほどパフォーマンスが出ないねっていう計測をして、計測してみるとですね、パフォーマンステストしてみると、えっ、ー、と、パフォーマンス出ないねってって、えっ、ー、と、よくよく調べてみると、実はもうプログラム側がとにかく遅かったっていうようなことも、まあ、結構あるパターンかなと思います。 で、あとは、あの、全件カウントとかですね。あの、まあ、利データベースはちょっとやりがちかもしれませんが、あの、検索結果とか何件ありましたとか、全件やるってあると思うんですけど、まあ、えっと、ノイスケールからニュースケール使う場合っていうのはも、データ量が大量なので、あとデータもいろんなところに散らばっているので、全部数えるっていうのは、結構あの、えぇ、ー、まあ、リソースの無駄、 がすごく多くって。なので、まあ、そういった分散系の、えー、とシステムだと、この全、えー、件カウントみたいな、結構あの使わないでくださいみたいな。あまり推奨しませんみたいになったりするんですが、こういうのを結構使っちゃってたり。リエーションデータベースのノリで使っちゃうとか、というところもあったりします。あとはインフラ面で行くと、えっと、そうですね。あの、ノイスキュにしても、分ス SQ にしても、ある程度こう、3台とか、えー、それ以上の台数がないと、こう、 えー、対障害性というところを発揮できていけないんですけども、まあ、そもそも、こう、1系統しかありませんとか、えっ、ー、と、ただ電源系統が1系統しかありませんとか、2系統しかありませんとかというのに、ただお客さんの前では、ちょっと思わず、えー、例えば、あの、デえっ、ー、と、ラック単位で落ちても大丈夫ですとか、データセンター単位で落ちても大丈夫ですって、思わずちょっとこう、いいところを言ってしまった、オーバーコミットしてしまったというようなことも、 あります。で、どうしましょうって、こう相談されることもあったりします。そこは、必ずこう、何かしら3系統を用意できるところ、何でどういうレベルかにもよりますけど、とにかく3系統できたところから、えっと、対象外性を持てますよっていう、そのレベルでの対象外性を持てますというところになってくるんで、まあ、こういったところを、えー、知っているか知っていないかというところで、えっと、お客さんへのお約束とかっていうところも変わってきます。あと、開発再生面でいくと、これ以外あったの、この、 えっと、現場の直接相対しているそのお客様自体は、あの、よし、やってみようという感じなんですけど、実はそのオフショアをお抱えで、そこがもう SQL、もうもってると、あの、 えっと、特定のデータベースしか使えませんと言ってて困るみたいなことがあって、まあ、これはまあ、もうぜひはちょっとまあ、いろいろと同じようもあると思うので、ぜひは別なんですけども、まあ、意外とこういったこともあったりするので、そうすると、やっぱりこのデータベースじゃないと使えませんよねとかっていうところが、まあ、足かせというか制約事項になったりもしますんで、こういったところも意外と選定理由になるかなと思っています。あと運用ですね。開発だけじゃなくて、運用をすると、まあ、ね、中であの、 中には運用チームというところに渡す会社もあると思いますが、その運用部隊としては、まあ基本的にはこう、コスグレとか、マイスケールとか、マリアデイビーとかしか使ったことがないから、まあ、新しいのを使えるかどうか、やっぱちょっと不安なんですよね、とかっていう声も聞こえてきたりします。なので、えっ、ー、と、こういったところも含めて、まあ、えっ、ー、と、実際使っているときには検討するんでしょうね、というところで、まあ、あの、こういったあの、 え、事例通して見たときの、えっと、まあ、ポイントになるところを一応表として、えっと、いったまとめています。まあ、物とか人とかですね。こういったところは、ま、重んだところ向いています。あ、これは一応、これもあえて丸ツだけつけてるので、あの、本当にツかとてもちょっと別のところもあるかもしれませんが、わかりやすくっていうんですね。というところで、ま、止まらないというところでまあ丸、ま、え、丸ツつけてあと、スケールさせるとか、信頼性が重要とか。 あと業務系だったらユーババイトもいいですよね、とか、というところで丸がついています。まず先の設計面とかインフラ面の開発とか運用ですね。ちょっとあの、運用できるか分からないみたいなところっていうのは、まああの、この新しいシステムなあデータベースとか使うにあたっては、まあこれはもう、えー、不安なのは当たり前だと思いますし、まあ、それったら裏を返すは単にあのノウハウとか、あの、えっ、ー、と、使ってみた経験が少ないからっていうだけに。 のところなので、うん、そこら辺は、あの、まあ、これちょっと先生ですけど弊社として、ウルシステムとしては、まあ、ユガバイトも、あの、カサンドラも、あの、そういったところにもお答えしてご支援していく、まあ、プロフェッショナルサービスもご用意してますんで、まあ、このあたりは、あの、ぜひご相談いただければなと思っております。はい。はい、ちょっと、え、掛け足でしたが、えっ、ー、と、何かご質問等ございましたら、えー、あと、すいません。ちょっと時間をオーバーしてしまってますけども、何かあれば。 いいただければと思いますあ,さんありがとうございました。一点、ご質問が、えっと、QA の方にあるので、ちょっと見ていただけますかね。えっと、QA ボタンとこから。あえてば、まあ、先ほどもね、ちょっと三角つけてないんで、丸かバスかっていう話も。あ、そうですね。えっと、はい、は,はい、はい。 ご質問いただいたのは、えっと、ステートレス、Y スケーあ、そうですね。ワイスケールレイヤーはステートレス。まあ、そうでしょうね。はい、はい、はい。で、リーダースの側面もありつつ、トックデイビーレイヤーをラフトモチだそうで、リーダーフォロワーですね。はい、はい、はい。で、リーダーのこうババ、丸抜判定さん、昔そう。あ、そうですね。そうですね。はい、はい。ただ、まあ、ここにとバツとつけている理由は、まあ、そもそも、だから、あれですね。あの、ちょっと細かい話あるんですけど、あの、 要は、あの、障害、あ、リーダー周り、要は、あの、えっ、ー、と、どれが止まるかってありますが、えっと、えー、あるノードが止まった時に、えっと、切り替えが発生することがありますかっていう点で書いています。はい。それはもう、あのリ、えっ、ー、と、切り替えが発生したら、もう必ずそこは、あの、えっと、切り替えが終わるのを待つ。これ 待つしかないので、えー、というところで、えーまあ、そこを分かりやすくするために、あのバスと書いているというえことでしております。はい、あのこれがダメという意味ではなくて、まあ、そういうことですよという、えー、区別というところで書いているんですね。はですね。まあ、こんな回答で大丈夫でしたでしょうか。はい、ありがとうございますあの。ご質問いただいている方、もしあの追加であれば、また QA ボタン QA ウィンドウの方で入れていただければと思います。よろしくお願いします。はいえー、では、えー、一旦じゃあここで、えー、私の方に切り替えさせていただいてもいいですかね。はい、岸本さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。岸本さん画面の方見えてますでしょうか。えー、ここから残りの時間ですね。 えーとユーカバイトデータベースの活用のメリットということで少しお話しさせていただきたいと思います。でまあ、先ほど岸本さんのセッションにもありましたが、やはりあのデータのレイヤーというところで、多分本日ご参加していただいている皆さんの、えー、興味のポイント、あるいは課題としては、やはりあのスケーラビリティとか効果要請というところになるのかなと。やはりあのスケーラビリティ実現しようにも、 特定の処理だけスケールすることができたりとか、あるいは処理を分けてスケールするみたいなケースがあると思いますと。あとは、可用性実現するにも、その可用性をどう実現するか、先ほども極端なのその内部のリーダーフォロワーというレベルもあれば、もう少しちょっと大きい目で見ると、その拠点の障害にどう対応するかみたいなところでも可用性というのは出てくると。 あとは先ほどあったように、マスターもマルチマスターみたいな構成を作ったとしても、これ再現なくマルチマスターという形を作るというのは、少なくともリレーショナルデータベースの世界では難しくなってきますので、これらの課題に対して、それぞれでこう最適なソリューションを選んでいくと。 ただ逆に言うと、その皆さんにとっては、こう、ソリューションが増えるばっかりで、なかなかこう、データベースとしての一貫性がないと。まあ、こういったところにヨガバイトとしては一つの一貫性、まあ、製品としての一貫性もそうですし、まあ、プロダクトとしても実際にその強い一貫性を保つようなデータ設計を実現できるアーキテクチャを提供しております。で、すでに、あの、先ほどの、えっ、ー、と、 あのご質問のポールの内容からすると、大体皆さんヨガバイトのことをご存知の方いらっしゃるかと思うので、まあ、この辺り、社会に説法かもしれませんが、まあ、基本的にヨガバイトはこのクエリーレイヤーとストレージレイヤーというものが分かれて、えー、それを分散環境で配置するというアーキテクチャを取っていますと。でまあ、今回、特にポイントとなるのはこのクエリーレイヤーのも、まあので、p o s t g r e の API の互換もあれば、カサンダラの API の互換もあるというところで、まあ、よりその今までノーエスケールでしかやりえなかったこと、あるいはですね、そのスケーラビリティとか可用性をノーエスケールに求めたところをヨガバイトにもそのまま置き換えていただけるような可能性についてですね、ぜひ感じていただければと考えております。で、実際ヨガバイト自体はその どこかに一つポットクラスターを作るというわけではなくて、いろいろなデプロイメントと呼ばれているその展開のオプションがございますので、これは皆さんのユースケースに応じて展開していただければと思います。でその先ほどのアーキテクチャのスタックが、どこかの拠点というわけではなくて、場合によっては3拠点であったりとか、あるいはその拠点同士の連携を何で行うかというところでもさまざまな構成オプションがあるので、このあたりもぜひあの触っていただければと思います。 少しあのカサンドラとヨガバイトってお話を差し上げたいと思います。でヨガバイトが持っているインターフェースですね、YCQL と呼ばれているものになっております。でこちらは、えー、カサンドラの API の互換性を持っているもので、まあ、そ,その互換性を持っているだけじゃなくて、いくつかの追加の機能を実装しておりますとで。先ほどの、えー、岸本さんのセッ,トセッションでもありましたけれど、まあ、基本的にヨガバイトっていうのは、その えー、設計層としても、ベースとしてはラフトのコンセンサスを持ったデータのレイヤーと、そのようにクエリーレイヤーを載せているということもあって、えー、単純にこうカサンドラを置き換えただけではないメリットというのがございます。で特にそのトランザクションというところも、さっきキーワードで出ましたが、それをアシット特性も含んだ形でトランザクション、えー、サポートできると。 であと、やはりカサンドラですと CQL っていうそのサブセットのような形の SQL に似た言語がありますが、やはりそのアドホックなクエリっていうのはなかなか難しいと。まあ、そこの部分はヨガバイトはまあえーと非常にこうリレーションような形でまあクエリ操作ができるというところもポイントになります。あともう一つお客様の評価をいただいているところがデータの収約率というところですねで。カサンドラはどうしてもそのノードあたりのデータのこう制限というのが大体2テラぐらいに マックスになってきますとですので、スケールをできるってアーキテクチャのまあメリットを最大限生かすには、皆さん、ードをどんどん追加し,していく必要があると。やはり、この後の事例でもあるんですけど、やはり100台、200台ってなっていったときに、やはりどうしてもこうオーバーヘッドが出てくる、あるいはそのえ障害ポイントもノードの分増えてくるわけなので、運用がだんだん複雑になってくる可能性がありますと。ヨガバイトの場合は、そのデー,タですねデータの集約率がカサンドラに る的にいいいでです、まあ、大体2倍3倍ぐららの範囲でその収益率との上げられることができますこれはの実際そのカサンドラが Java ベースになっているところからヨガバイトが C++ の実装になっているというよりちょっと軽量になっているという部分もありますが、まあ、それに伴ってです、ねよりこうえー、皆さんのクラスターサイズというのを圧倒的な数で減らすことができてそういった意味でのコストメリットというのを出しやすいというのがポイントになっている。 で実際、じゃあ、どういう時ときにカサンドラじゃなくて、ヨガバイトを使うのかっていうところですね。でやはり、あの、ある程度のカサンドラに、その、クエリーランゲージを持っていることで、まあ、それなりに、こう、アプリケーションを動かしている中でも、だんだん、やはりトランザクションっていうものが、やっぱり重要になってきたと。で、トランザクションのみならず、やはりデータの一貫性っても、だんだん気になってくるようなユースケースの場合ですとか、あと、先ほどのようにですね、やはり、あの、思ったよりカサンドラのクラスは大きくなってきちゃったと。 なってきたのはいいんだけど、だんだんこれ、移行もしづらくなってきたで、場合によってはちょっとアップグレードもしづらくなってきた、かつ落とせないみたいなケースになってくると、なかなかその運用の手間がずっと引きずられて、ですねアップデートもできないし、そのままのバージョンで、えー、使用づけになってくるようなケースもあったりすると。そういった中で、せっかくそのスケールするアーキテクチャを持っている中でも、生かしきれてないようなケースがございます。 ヨガバイトデータベースは、そのカサンドラを単純にこう置き換えるだけではなくて、そのデータとしてもですね、その皆さんの業務システムだったりとか、えーとこう、全体のアーキテクチャの中でも非常にこう重要な部分ですね、今までのリレーショナルなデータベースが、えー、になってきたような部分にもヨガバイトデータベースを適用するという事例が非常に増えてきております。 でそれはどちらかというとそのシステムオブレコードと呼ばれているようなものとか、あるいはシステムオブレファレンスと呼ばれているものとか、かなりこうマスターデータに近いところでのユースケースが増えてきて、まあ、それをこの YCQL もしくは YSQL と呼ばれているインターフェースを通じて利用していただけるようなケースも増えてきているのが現状になっております。でいくつかの事例ですね、ご紹介をさせてあげると。 小売業のお客様では、グローバルに展開するコマースのまあ製品カタログをヨガバイトの上で動かしております。で、これはちょっと後ほどもあるんですけれど、拠点間で連携していて、その拠点があの特定の時期にですね、ちょうど冬だったので、寒波でデータセンターとかリージョンがダウンしてしまったようなケースがあって、その時期、そのダウン実態でもしビジネスが止まってたらですね、おそらくこう、10ミリオンほどのこう えー、負債が出たんじゃないかっていうところをですね、ヨガバイトがそのリージョンをまたいだ形でデータセットをクラスター組んでたことによって、その機械サミを防いだっていうところで非常に高い評価をいただいているユースケースもございます。あとは先ほどのセッションにもありましたの、IoT のユースケースっていうのがやはり多くありますと。これもやはりあの、社債データをまあ集約するっていうような形で、えー、これは全米から3拠点から集まってくるデータをこう1つに集める。 というところですねで今後、数年で非常に大きいデータの容量が見込める中で、スケーラブルかつ安定的に動かせるというデータを必要となっているお客さんにおいて、まあ、ヨガバイトとか、そこの高い収容率も持って、ですね既存のサーバーの見積もりに比べると、10分の1程度までコストを落とすことができたという事例にもなっています。あとは、そういったそのスケールだけの話ではなくて、 あの地域に分散させることによって、よりその地域に密着したようなデータ管理ができるとかですね、あるいはあの他の、えー、カサンドラ以外の、例えば h b s と呼ばれているようなところからの移行を実現したようなお客さんもいらっしゃったりします。でじゃあ、どういったところがその本当に評価されているのかというところです、ね、をいくつかご紹介したいと思います。でこれが YCSB と呼ばれているベンチマークでの、えー、カサンドラとヨガバイトの結果になっていますと。 でおしなべというだい大体2倍近い性能が通常のカサンドラに比べて出せております。で特にそのリードのパフォーマンスというのは非常にこう、えー、よく、えー、その性能として出せているところが見ていただけると思います。で一方で,です、ね、こうライトが発生してくると、ですねやはりそのライトの分という意味では大体カサンドラと同等の性能になってくるところになるかなと思います。でこれはの いわゆるその一般的なベンチマークツールですので、えー、皆さんのワークロード、あるいはそのお客様のワークロードによって変わってくるかと思いますが、一、まあ、つの指の指標として見ていただければと思います。でただ、これはあの先ほどの岸本さんのセッションにもあったように、まあ、多分カサンドラの構成次第でも変わってくるところもあると思います。もちろんヨガバイトの構成次第でももっと良くなっていくケースもあるので、一つの見方として見ていただきたいと思います。 えー、なんでこんな差が出てくるかっていうとですね、まあ、一つはこのコンシステンシーレベルって呼ばれているカサンドラの中でのこう先ほども少しコーラムとかありましたけれど、えー、そういったあの実際どういったこのクラスターセットを積んでいるかっていうところになります。さっきもリーダーフォロワーの話がありましたけど、でヨガマイトは基本的にはこのリーダーっていうものを中心にしてデータを読み書きするので、まあ、リーダーからのレスポンスを待ってさえいればリードっていうのはそれで完結しますと。でカサンドラの場合によって、 は基本的には、こう、リード、レプリカっていうセットで構成されているので、それぞれでそのリードの情報というのをこう参照し合って結果を返すことになるので、その分、オーバーヘッドというか。 ップが発生するために多少遅延が発生してきますとただこれカサンダラの方はです、ね、このコンシステーレベルというのを柔軟に変えることができますのでこの辺りのパフォーマンスのチューニングは十分できると思うんですけど結果的にこう皆さんが何を実現したいかで変わってくるかなと思います一貫性はやっぱり重視したいのかあるいはその一貫性ではなくて早いレスポンススループが必要なのかというところによって変わってくると思うので一、まあ、つのこの えー、性能結果の見方として、あのこのあたりは、えー、ご認識いただければと思います、はい。あともう一つですね、コストメリットというところ、なかなかちょっとこれも、えー、数年とかある程度いろいろなファクターがあるので、えーと、一つの参考情報としてですけれど、まあ、先ほどご紹介したお客様のうちで、えー、とヨガバイトに実際にこう移行したときにですね、大体数百ノードから構成するようなクラスターで。 実現をしておりましたとそういったお客さん、ヨガバイトに書いてあるどうなったかというと、大体10台程度ですね、あるいは10のオーダーでの濃度数に変わってきていると。でこれ、何が実現できているかというと、やはり濃度が減った分のコストというのが、まあ、そのまま多分ハードウェアコストに還元して削減というのが実現可能になっていると。でこういった観点でもです、ね、で集約率というのは結構大事になってき でですのでスケールするだけではなくて、スケールと同時にその運用性がどれだけ伴っていくかというところも一つのポイントになってくるのではないかというふうに考えられると思います。はい、このあたり、先ほどの事例の話なので、また資料を公開しますので、ぜひ見ていただければと思います。 でカサンドラのクエリーランゲージは CQL ですね。カサンドラの CQL API をサポートするに加えて、以下の拡張をしているというのがこちらの表になっております。先ほどもありましたように、トランザクションはもともとカサンドラでありましたけど、よりそのアシット特性を生かしたトランザクションというのがヨガバイトでは実現可能になっていると。あとはそのセカンダリーインデックスという形で、まあ、通常のクリエイトテーブルの中のプライマリで設定する。 まあいわゆるプライマリーのインデックスに対して、クレートインデックスという形の、えー、インデックスの作成というのができます。あとはあ、JSON 対応というところ、冒頭でも、モンゴでは JSON ですけれど、まあ、カサンドラではスキーマというかまあテーブルを定義しなくちゃいけないというところで、まあ、ヨガバイトの場合は JSON 対応しておりますので、皆さんもスキーマをなくとも JSON データタタイプを指定しておけばですね、自由に。 データを突っ込めるとというところがございます、まあ、この辺りも多分カサンドラもいずれ対応してくるかなとは思うんですけど、そこの違いもあるかなと思います。あとはその分散で地域分散できるというところも、えー、そのメリットになるかなと思います。はい、あとクエリーのレイヤーというのは、これヨガバイトのポストグレスのクエリーのレイヤーとほとんど同じですね。カサンドラのクエリーレイヤーの。 部分をそのまま使ってます、まあ、そのまますそのっていうと、Postgres、えー、の場合は本当にそのままでしたけど、まあ、ヨガバイトのこの YCQ のカサンドラのインターフェースの場合はあの C++ に置き換えて実装している形になっておりますと、はい。あとはあのセカンダリインデックスの先ほど申し上げたような話になりますので、ぜひちょっとこの辺りも見ていただければと思います。はい でやはりですね、あの皆さんこう、こイスケーで求める要件というのは、何度も出てきたように、やはりスケーラビリティとか公開性というところがあるのかなと思います。でやはり、いくつかこんな点ですね、一つでも当てはまるかなと思ったら、ぜひ横バイトをご検討いただければなと思います。先ほどありましたように、やはりトランザクション大事だよね。スケールインターフェース、やっぱりちょっと、えー、使い勝手いいよね。あるいは他のシステムとの連携考えると、やっぱり必要だよね。ただ、その、 カサンドラの資産が残ってる、あるいはノイスケールの資産があるというところでも、ヨガバイトに移行しているお客さんたくさんいらっしゃいます。我々からもあのサポートを差し上げますので、ぜひご検討いただければと思います。もちろん、えー、そこにはですね、皆さん、まあ、とは言ってもやっぱり既存資産、もうちょっとよくちゃんと使いたいとか、あるいはカサンドラもなかなか使えるよねとか、あるいはそのカサンドラをもっとよくしていくにはどうしたらいいかというケースもあるかもしれません。 我々としてはヨガバイトを使ってもらいたいですけど、皆さんの資産をうまく活用するという意味でも、本日一緒にお話しさせていただいたウルシステム様は、このあたりのアドバイス、ガイダンスも非常に丁寧にやっていただけるようなベンダーさんになりますので、ぜひウルシステムさんにもご相談いただければと思いますは。いはいヨガバイトデータベースですね、これまでのデータベースにないような で実現できるような世界観というのを実現すべく開発をどんどん進めておりますので、また皆さんにも新しい機能であったりとか、こうカサンドラにえを想定したような使い方を新しい分散スケールとしての使い方なんかもまた紹介していければと思います。はい、で、本日ご紹介しき,しきれてない内容とかですね、あるいはその実際じゃヨガバイトで使ってどういうえカサンドラ インターフェースがあるのかとか、そもそもヨガバイトってどうなのかっていうところをハンズオンでちょっとお試しいただくようなセッションを設けておりますので、ぜひこちらもご参加いただければと思います。また後ほど、こちらの資料だったりとか URL は共有させていただきますので、ご確認いただければと思います。たべたべになりますか、アンケートの方ですね、ぜひご回答の方をお願いしたいと思います。 えとあと時間ちょっと、えー、だいぶなくなってきてしまったんですけど、質問等あればまたいただければと思います。えー、とあと QA の方でいただいているようですけれど、えー、とありがとうございます。ぜ、は、ひ、い、回答いただきたいんですね。ありがとうございます。 質問とあれば、えー、QA の方に入れていただければと思います。はい、あとあのですね、えっ、ー、とこちらのあのえっ、ー、と半ゾーンの方でえっ、ー、と向かって右側の分散トポロジーっていうところなんですけど、通常このユガバイトデビのマネージドっていうやつですねはあのー、こう無償ですとサンドボックスといってあのシングルノードのクラスターが作成できますと。 で、デディ,ィケートクラスターという形で複数ノートのクラスターを作るときにはですね、あのアカウントの登録等が必要になってきます。で、そのときにですね、あのもしあのこちらの方、いろいろ機能を試してみたいとかですね、あの例えばマルチリージョンでのデプロイを試してみたいみたいなケースはですね、我々の方からのクレジットという形であのクーポンのようなものも用意しておりますので、まそちらの方もこう、 ご利用というか、試してみたいという方々は、ですねあのアンケートの方にも、えー、とそちらの、えー、メールアドレスをいただけると、またご紹介をさせていただきますので、ぜひ、あのご興味ありましたら、えー、ご連絡いただければと思います。はい、はいえー、3時になりましたので、他に質問となければ、えー、以上とさせていただきたいと思います。 それではじゃあ本日のセッション以上となります、えー。ウルシステムズの岸本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご参加いただいた皆様もありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。失礼します。失礼します。